に尻尾を振ってレプリロイドを破壊する者ども、危険だとは思わんか。ジェネラル、お前も分かっているはずだ。奴らは単に人間の言いなりにならないレプリロイドを破壊しているに過ぎん。やられる前にやれ。お前には奴らを倒すだけの強大な力がある。お引き取り願おう。ん？人間を裏切ることはできん。立ち去れ。二度とわしの前に現れるな。まあいい、そのうち気も変わるさ。我がレプリホースの勇敢なる兵士諸君、今や我々レプリホース全員がイレギュラーと決めつけられた。だが我々とてこのまま汚名を着せられておくわけにはいかない。我々は自らの手でレプリロイドだけの国家を建てる。ただしこれは人類に対しての敵対ではない。自由と安全、それら正当な権利を求めるための戦いなのだ。共に築こう、何者にも侵されない理想の国家を。共に進もう、我々レプリホースの未来に向かって。私もゼネラル将軍と同じ意見だ。いいか、我々にはこれしか道はない。恐れず勇気と誇りを持って戦おう。我々はレプリフォース、史上最強の軍隊なのだ。ジェネラルのやつめ、とうとう動きおったわ。さて、イレギュラーハンターよ、どう出る？ここでゆっくり見物させてもらうぞ。入ってて。ほら、また閉じったな。すいませんでし。私だ。今ハンターどもに宇宙に来られてはまずい。やれ。了解。全く閉じたな。おい、ダブル、どうした？こちらイレギュラーハンター17部隊、X 隊長応答願います。X 隊長応答願います。こちら X、どうした？何かあったのか？何でもないでし。作戦行動中は必要以外の通信を入れるな。わかったでし。切るぞ。さてと、X を追うとするか。こちらイレギュラーハンター本部。ザヤロウ、無事だったか？ X、 心配かけさせやがって。すまない。もういい、早く帰ってゆっくり休め。なあゼロ、もし俺がイレギュラー化したらどうする？くだらないことを聞くんじゃない。切るぞ。待ってくれ、真剣に聞きたいんだ。ゼロ、もし俺がイレギュラー化したら君が処理してくれ。バカなこと言ってないで、さっさと戻ってこい。約束だよ。
ゼロ。誰だ？わしの最高傑作。あんた誰だ？倒せあいつを。わしの敵、わしのライバル、わしの生きがい。行け！そして破壊しろ、あいつを。待て！緊急事態発生！緊急事態発生！廃棄中のイレギュラーハンターは直ちに集合せよ！またあの夢か。カーネル！見損なったぞカーネル！何をする？今からでも遅くはない。クーデターを中止しろ。断る。そうか。行くぜ。私の命を助けてくれたのよ。この場は引くとしよう。だが次は容赦しない。ゼロ、お願い、兄さんと戦わないで。二人が戦えばどちらかがきっと。誰かがレプリフォースを止めなければならない。アイリス、ゼロ、しっかりしろ、アイリス。お願い、もうレプリフォースに手を出さないで、一緒にレプリロイドだけの世界で暮らしましょう。アイリス、レプリロイドだけの世界なんて幻だ。そうよね、でも信じたかった。レプリロイドだけの世界で、あなたと。アイリス、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 アイリス。俺は一体何のために戦っているんだ。どうだ様子は。隊長、ガルマの部隊を全滅させた赤いイレギュラーはどこだ？あ、はい、あちらの扉の中に。ご苦労、あとは私がやる。隊長自らが？これ以上お前たちに犠牲が出ては困るんでな。
シグマ隊長だ。さすがだ。隊長にかなうレプリロイドなどいるわけだ。わ、赤いイレギュラーを修理センターへ運べ。それとドクター・ケインに連絡を。あのイレギュラーを調査する。隊長、お体の方は？ん？うるさい！本当の俺なのか、本当の俺ってやつなのか。結局誰も助けられなかった。アイリス。兄さん、やめて。アイリス、俺たちレプリドイドは結局みんなイレギュラーなのか。